どうも皆さん、ハリガネです。今日の動画はタンククリーナーの洗浄力の比較です。タンク壁面の汚れに見立てたものを準備してですね、弊社のタンククリーナー何種類か、それぞれがどのように洗浄するのか、それから洗浄時間がどれくらいかかるのかを見ていきたいと思います。お使いのタンクの汚れをイメージしていただきながら、どれが合っているのかということをご覧いただければと思います。今回使用するのは二次元回転タイプの ES シリーズ、SR シリーズ、それから三次元回転タイプのジェットアタッカーシリーズです。二次元回転タイプはさっと洗い流すことができるような汚れに向いているタンククリーナーで、三次元回転タイプはタンク壁面にこびりついた汚れを落とすことができるタンククリーナーです。こちらにでんぷんのりを用意しました。でんぷんのりの粘度はですね、だいたいこんな感じです、水飴ぐらいですかね。はい、ということでやっていきましょう。はい、水がシャワー状に板にかけられて洗浄していきます。ただし水流自体には大きな威力はありません。そのため水流の力で汚れを落としているというよりは、でんぷんのりが水溶性であるため、水がかかることでだんだんと汚れが取れていっているという様子でした。水をかけるだけで取れる汚れには適していると言えます。はい、この ES を使ってこの白い板全面を洗浄できる時間約4分半でした。先ほどと同じ二次元回転タイプのノズルですが、ゆっくりと回転をしているので板にも水流がじっくり当たっています。水流がよりじっくりと当たることで洗浄力が高くなり、ES シリーズの時よりも汚れが早く落ちています。SR で全面をきれいにできる時間約2分でした。非常に威力の強い水流が直進で噴射されていて、板に水流が当たる音も前の2つより大きく激しくなっていることがわかります。水流が一度汚れに当たっただけできれいに落ちています。ただし三次元回転タイプは直進膨流による威力を重視しているので、1回水流が当たって洗浄できる面積というのは狭いです。そのため板を全て洗浄するにはある程度の時間を要します。ジェットアタッカーによる洗浄時間、こちら全てきれいになったのが約2分です。いかがだったでしょうか。今回は直径2メートルのタンクを想定して実験を行いました。板に最も水流が強く当たって洗浄ができたという点では、3次元回転タイプのジェットアタッカーシリーズが一番だったんですけれども、汚れを取り切る時間を比較してみると、2次元回転タイプの SR シリーズもジェットアタッカーシリーズと同じ時間となりました。最後にそれぞれのノズルについてもう一つだけまとめを行いたいと思います。 ES シリーズは水流の威力自体というのは弱いんですけれども、水をかけ続けることで洗浄するというノズル、 SR シリーズは水流の威力もある程度強くて、扇形の噴射パターンでタンク壁面に水流を当てるというノズル、ジェットアタッカーシリーズは水流の威力というのは非常に強くて洗浄力に優れている。ただその水流が膨流で出てしまうので、1回で当たる面というのは非常に狭いですね。なのである程度時間をかけて洗浄するというノズルです。
もちろんジェットアタッカーシリーズも360度全面をカバーすることはできるんですけどね。はい、ということで本日の動画も以上です。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは